こんにちは。タロスプリンシプル2、今日から南一の面にやってきました。なんか前回ここの橋テトリスができないとかって言われたんだよね。あ、それでラボでデータに接続しろとか言われたんですけど、まあとりあえず今回はパズルを解いていきますね。1番、すげえ綺麗、エメラルドグリーンの海ですね。あそこにもう1番って書いてあるわ。あそこにスフィンクスおるやん。まあとりあえず1番をやっていくか。フェーズ移行、また新しい、あれ、ちょっと待って、これ、え、無理じゃんこれね。は、ちょっと待ってくれ、これいきなりこれ使うの？いや違うよな。あのコピーロボットいない？え、コピーロボットもいないのに、この面クリアできないんじゃないの？あ、ここにはしごがあるが、はあ、ロボットいない？コピーロボットいない。あそこになんか新しい、あ、テレポートするだって。ちょっと待って、いやこれはテレポーテーション、あ、これは全く新しいガジェットですよ。ん？ちょっと待って、このテレポーター取れるの？すごくない？え、これさ、タロスプリンシプル1の時ももちろんなかったよな。で、あそこか。あそこにプログレスホイールがあって、ここはつまりこっから飛んでいかなきゃいけないっちゅうことだけど、ここもなんか、ここが開く意味がわかんないんだよな。あ、そっか、出口から、あ、出口、入り口がこう、あ、でも入り口にこのはしごがあるでしょ？あそこが開く意味がわからんのだな。これじゃあさ、これを、あ、これを取ってじゃないんだよな。この6面体を、これ持ったまま向こうにテレポーテーションってできるわけ？あ、できんじゃん。なんだ、余裕じゃん。そしたらね、このテレポーターを取って、置くでしょう。で、こっちにテレポーターを置くわけだ。あれ、ちょっと待って。これって、作動、あ、そっか。ここに置いとかないと作動しないんだ。二つ置くわけで。そしたらまあこれをこれでもいいし、こっちのファンでもいいけど、これを持って、あれ、テレポートして、あ、そっか、ファンここに取り付けなきゃいけないのか。結局両方持ってかなきゃいけないんだこれ。テレポートしてこうだよな。いや、まあ簡単だわな。まだこの新しいガジェットが出てきて最初の面だから、まあ簡単だけど、ここがさ、わざわざ開く意味ある？こっちから出ればいい話だよね。
ここにはしごがあるんだからさ。あ、っていうかもう入り口も開いてるしさ、わざわざ出口がここが開く意味がなんかあるんだろうか。なんかレーザーとか飛ばせない？外からこれいけないか、なんかいけそうな気がする、ここいけないか。あのテレポーターってなあ、あれ？テレポートはこの紫の壁を越えてもいけたよね、さっき。うん、なるほど。テレポーターか。2番どっち？あ、こっちか。おお、わかりやすい。非常になんかわかりやすい、今回の面は。すごいな、あれ。2番。はい。あ、なんかこれ解かないと次の面に行けない的な。脱出。赤と青の光源がありまして、ドリラーがあって、ここの壁をここの壁に穴を開けろと言わんばかりのドリラーがあって、コネクターがあるでしょう。で、青と赤の受信機がそれぞれあって、ここって何なの？あ、テレポーターがあるからあそこには行けるよね。あれ？あ、これこのブルーの壁を越えてはいけないんだ、テレポーターって。あー、なるほど。じゃあここに赤を当てないとテレポーターは使えないと。ってことはまずこのドリラを取って、ワームホールを開けてコネクターを取るでしょう。あれ、でも取ったところで、あんた、あ、そうか、あそこに、ちょっと待ってよ、あの、あそこに当てるんだよ。こうでしょ。そうしたらさ、あ、これ中に置いてもよかったのか。っていうか中に置かなきゃダメだったんだな。いや、うん、あれ、うん、これ開いたところでこっちが開かないと意味ねえんだよ。は？え？このだってコネクタ、あ、そうかそうか。あれ？ちょっと待ってね。これ中に置いてもいけるけど、そしたらこのドリラーはもういらないけど、交換台があるわけじゃないし。いや、ここが開いたってさ、このコネクタ取っちゃったらここ閉じるでしょ、だってあ、そうかそうか。これを取って、で、まあ一旦接続、あ、解除しなくていいんだ。あそこと、ここと、あそこにも同時に、つなげろってことだ。なるほど。これで、テレポーターが取れるわけだ。はい。
で、どうすんの？で、最後はそこに青を当てればいいんだけど、まあここにこの辺にさテレポーターを置いて、このコネクターがいるから接続を解除して、こういうことか。物持ってテレポートできるんだったらなんかもう余裕じゃないねえ。あれ、ここの青、ここどうやって行けばいいんだ。あ、そんでさ、結局このドリラーもいるってことでしょ。あそこの壁があるから、まあとりあえずこの青を、あのプログレスホイールの壁はいけるけど、ドリラーでこの辺に穴開けとかないといけないよね。でこのテレポーター、そう、やっぱりこのドリラーの穴を自分は通ることはできないけど、テレポーターを置くことはできるから、これでこっちにテレポートして OK ですな。いやこれはさ、正直このテレポーターはさ、正直なんかパズルが簡単になる要素な気がするなんて自信満々なこと言っとるが、このテレポーターどうにかして外に出せねえかな。脱出っていうけど、あれ、ここはなんかもう独立した島みたいな、あ、あそこになんか、ん？違うか、あれ プロメテウスの火ではないか、あれは。あ、なんかあそこに、ちょっと待って、あそこになんかあるよ。あれなんか謎じゃない？ほら、あれなんか。あれなんかあれっぽくない？隠しあれっぽくない？やべ、落っこちる。ちょっとあそこ行ってみるか。こっから開けといて。落っこったら死ぬよね、ここね。あそこに開けといて、ちょっとあっち行ってみるか。あれ、3番はこっちになってるね。でもちょっと下降りてみよう。あ、下ってこれ1番じゃん。この辺だったよな。あれ？あ、あったあった。いや、行けない、行けないずら。緑の光源がある。ってことはこれ、あれ？これあのスフィンクス。あ、違う。あいつスフィンクスだ。パンドラじゃなかった。まあ、ここに緑の光源があるっていうことは覚えておこう。とりあえず3番。3番は、あ、上に行くのか。こっちか。ちゃんと通路はつながっている。緑の光源があるってことは、ここまたパンドラがどっかにいるんじゃないの？違うかな？あ、いるじゃん、パンドラ、あそこに。ほら。なんかもう光線が出てるし。あれ、パンドラだよね。まあそれはどうでもいいから、とにかく次のパズルをやるんじゃ。
いやー、これ素晴らしいな、これ。素晴らしいですね、この景色。ちょっとまったり行くか。はい、壁を抜けて、あ、もういきなりここは。あー、まあこのテレポーターとあのドリラーを使えば壁を開けてどんどん自分が移動できるってわけだ。だけどさ、ここにあるんだから、ここにテレポートできるよな。結局はまあここに壁を開けていかなきゃいけないわけだから、ここにドリラー持って来れば勝ちなんだが、ん？んとさ、ここにこう置くでしょ。あ、いけないんだ。ここに置くでしょ。で、テレポートして、まあ取るでしょう。あ、ここにテレポーターがあるわけで。いや、これは簡単、いや、簡単じゃないのかな。これを取ることができないんだよ。ワームホールを通してドリラを取ることはできないというルールがあったから、ここのドリラ、ここにドリラを使いたいんだが、これを取って、いや同じじゃん、これじゃん。あ、そうか、テレポーター2つ使ってうまいことやろうってわけか。まあ穴開けて、でこれを持ってテレポートすれば、でこれをこっちに返すでしょ。でこれをまあこっちに置いて、でこっちにテレポートして、このドリラーを持って、でこのテレポーターをこっちに置いて、でこのドリラーを取ってこっちに、あれ？テレポートして、でこっちにテレポートすれば OK じゃないか。いけたね。またなんかない？なんかドリラーを使うポイントがあるんでないのか。どっかの壁に、あれが2番だよな。ないか、ないっぽいな。あっちにもないね。
大丈夫かな。次は4番だね。あそこに誰かいるぞ。あの二人、どうせミランダとアテナだろう。バイロン先輩だったりして。まあとりあえず4番を先に片付けるとするか。はい、押し通し、押してまいる、押して青を開くってか。コネクターがあって、まあ赤い光源はあったような気がする。これはとりあえずここを開いて、あの立方体のキューブは取るべきだよね。ここは何にもないわけだから、なんか怪しいんだよな。ああ、なるほど、あそこにプログレスホイールがあって、なんかこんな立方体を取るだけので、あと、あそこに赤い光源があるから、まあ、つまりこれを持って、ちょっと待てよ、これがちょっと邪魔になるかもしれない。これを持ってテレポーテーションして、これでこれをテレポーターを外に出せるでしょ。で、テレポーターを外に出した後に、これを持ってこっちにテレポートすれば、出せるわけだ。そんで、あとは、とりあえずあそこの赤を、やんないといけないんだけど、この青い壁はさ、このテレポーターの、テレポート能力も通用しないんだよな。もう一個ありました。一個足りないわけだ。ですよね、これは。ここで行けたら簡単すぎるなと思ったもんな。ここ、あれを、これを持ってくるってことできる？このコネクターを。コネクターを持ってくるってことができないから、これを持ってくることはできるんだよな。自分が押してこう、青い壁があるとテレポートできないけど、こう乗ってる状態で青が開いてればテレポートできるというわけだ。なるほどな。そしたらこれを使って、この原理を使うんだったら、ここにまたこういう風に置いて、
テレポーターを使って、で、またこの立方体を取って、わしがこう置いて、こういう風に行けば、ずっと前に進めるってことになるよね。これを繰り返していけば。一個余ったぞ。出せないかな、この壁。ですよね。こうやって、またさ、ほら、ここに置いて、テレポーターを取って置いて、ここに置いて、で、このテレポーターをこっちに持ってきて、取って押して、そしたら2つとも持ってこれるよ。このテレポーター外に出せないかな。うりゃ。無理か。このテレポーターを外に出せれば。You know, a couple of years back, we went on a scavenging expedition to an ancient industrial complex south of New Jerusalem. It was.Enormous, sprawling, an area many times bigger than our whole city, just dedicated to manufacturing. ちょっとあの2人、It was incredible to think about the sheer variety of things they produced. It made me realize how austere, how restricted our lives are. You know how most ancient structures are overgrown? It's kind of pretty, but in a sad way. Well, this one wasn't.There had been some kind of chemical spill. I don't know if it happened while the structure was still operational or if something had just rotted through, but it killed everything. Even centuries later, nothing could grow. It didn't have to happen that way, and history doesn't have to repeat itself. But we do have to remember that it did happen once. Yakuto.誰と誰なんだこれ。In the early days, あ、コーネリアスだ。Humankind lived in a world of unexplained wonders and terrors. The powers of the elements were understood in terms of gods and spirits. After all, how else could one explain thunderstorms and earthquakes? But as the realm of scientific knowledge expanded, the realm of the mystical began to shrink. The sacred grove, as Hegel wrote, was reduced to mere timber.But as superstition retreated, another thing was lost. Meaning. In a purely mechanical universe, people yearned for the comfort provided by gods and spirits. But there was no way back. But what about the beauty of the universe? The perfection of everything around us? ミランダとコーネリアスだったのか。Not sure I can see that, Miranda. But I do think there was another way. A way forward instead of back.Faith not in an invisible world, but in ourselves, in each other, in the inherent value of consciousness and civilization. They never really found it. But I think that in those last months when their whole species was dying, they caught a glimpse of it. And that's how your mother was born. 君のお母さんって誰や?あそこにテレポーターがあるでしょ?で、あそこにプログレスホイールがあって、ここは、この壁は結局、ジャマーで行くしかないのかな。こっちからあっちには行けるんだよな。ってことは、あれこのジャマーってあれあそっかこれ持ってテレポートすればいいのか持ってテレポートできるんだったあれこのジャマーってこの格子は通過できないんだそうだったんだいやでもこれテレポーターがあればさ
なんか道具全部持ってき放題だよね。あ、ダメか。これ、あ、そうか。この青い壁は、青い壁を透過して持っては来れないんだった。でもこの格子は、格子は通過できるからさ、このテレポーターは。こういう風に行けばいい話でしょ。ねえ。だからここは通れるから、テレポーターを取って、いや、このテレポーターがあるとかえって簡単になるんじゃないのかな。テレポートいる？このテレポーターいる？あ、いるのか。こっちに戻るためにいるのかな。あ、ちょっと待てよ。あ、そうか。あ、でもこれでいけるのかな。あ、無理か。あ、こっからジャマを使ってジャミングして、じゃあこのテレポーターいらなかったのか。これでいいわけだ。ツールは手放さなければならないあ、そんなルールあったんだ。今まで全然気づかなかったわ。これなんか、まあいいか。これが5番目？どうにかしてこのテレポーター外に持ってけねえかな。どっかから。この辺壁登れんじゃないの？おーりゃ。どりゃ。無理か。なんかこのすり鉢状の壁を登る方法があるに違いないと思うんだが、無理か。はい、6番。ん？あそこにパンドラの箱があるが、どこ向いてんのこいつは。ん？なんかもうこれくっついてるってことだよね。あそこに何があるんだ、あれ。え？あそこになんかあるよね。あ、ん？あれコネクターだ。あそこにコネクターあるよね。こっから、だからあそこに緑の光をどっかから当てりゃいいんだよ。あの緑の、あの光源あったけどさ。あれが2番だったから、まあどっかから、まあ緑の光源持ってこれいいんだよね。6番。素晴らしい。はい、6番にやってきました。転移因子。あそこにプログレスホイールがあって、
ここをとりあえずどうにかしないといけないわけだが、ここをやればあそこ行けるけどさ、テレポートはできるけど、あれ？ちょっと待って、これあれ？ああ、そうか。これ持ってこない。あ、でも持ってきたら、持ってきたらここが閉まっちゃうから、ここをこう、テレポートして、で、あの例のパターン、いや、例のパターンか。さっきやったよね。ここに置いて、これを持ってきて、で、これを取って、あれ？あ、ここ両方開くのか、これ。そしたらもう、両方開くんだったら簡単だよな。よし、これで両方出せたでしょ。あれ？あ、ここの壁ってここでも開くってか。あ、ここもこことここがここで開くってことだね。そうしたら置いて、で、この箱持ってわしがあそこにテレポートすると、これさ、厳密に考えるとさ、あそこの押しボタンからテレポートした瞬間にこの青い壁ができるはずだからさ、こっちにテレポートできるのおかしくない？まあいいか、そこは深く考えなくても。ここを押さなきゃいけないから、これでいいのかな。これが何番目だっけ、今の6番か。次が7番ですよ。なんかまたないか、なんか気づいてないことが、なんかいるな、あそこに。カモメ？なんか動物がいる。まあ行ってみるか。次が7番目？あ、ここにデルタのパズルが、失われたパズルがもうここにあるね。後でやろう。6番と7番の間に失われた P が、パズルがあります。7番、これはなんだ？あ、あそこにまた人がいる。まあでもこの螺旋階段を登って、やってきました、遠隔インターチェンジ。遠隔、うへえ、こんな近くに
あるんだが、ここ何にもないからこれ邪魔をこっちに持ってこいってことなのか。さ、これってこうやっておいてこっちに置けるよね、確か。あ、でもジャンプして自分が行くってこともできるのか。うわー、来た、ターンテーブル来たー。でこれさ、こっちにこっちに持つこともできるはず。よし。何の意味があるのかわからんが、物は大いに越したことはないんだよ、この交易テーブルがある限り。とりあえずここに青を当てて、よし、まずこのキューブが通過だ。これとこれを当ててこうでしょう。これは絶対取る必要があるよね。あれ？ん？これこっちからやってもこっちからやっても開くというわけか。あれ？あ、こっちが開くのか。違う。これはここじゃなくて、こっちが開いたわけだ。でもあのターンテーブル。あ、ここが開いて、このジャマーは、でもこれ取ったら戻れないしな。これがいるよな、やっぱり。でもしかしたらこの青のテーブルは、あそこに置かないといけないわけで、コネクタいるか。うわ、難しいぞこれ。テレポーターを持ってあそこの近くに行かないと、ジャマーの近くに行かないと持ってこれないんだけど、ここも押しとかないといけないんだよな。そうするとね、これは絶対いるわけだから、とりあえずここに置いとくでしょ。で、ここに置いたら、ここはとりあえず外してもいいと思うんですよ。ここ開いたままになるでしょ。これでこのプログレス、テレポーターを持ってきて、ここに置くと。そうすると、このジャマーを持ってこっちに来れるわけだ。で、テレポーターも、で最後あそこにジャマー使わないといけないんだけど、あれ無理か。そしたらあの
台がいる。あ、もうこのテレポーターいらない、いらない、いらないよね。あれ、あ、この台を、あ、これ取っても大丈夫だよね。ここはもういらないわけだから、そしたらここにこう置いて、はい、これでいけたな。7番、ここの面何だったっけ。遠隔インターチェンジ、どういう意味だったんだ。よし、次は8番。8番が、ファームリーダーがある。一応ちょっとハテナを潰す目的で、ラボをアップグレードした。おお。Today we were delighted to be visited by a bunch of protesters. These voluntary extinction weirdos who think we're creating soulless monstrosities that will destroy the planet. They broke into the facility and started yelling at everyone. Fun, 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 right? Then, oh.Then one of them launched an axe. Big mistake. Chernyshevsky grabbed the guy and literally threw him across the room. I mean, almost threw him all the way off the dam. After that, the rest of them had a change of heart. Now I'm telling you this because mostly it is not like that. But these people do exist. And somewhere in their shriveled little souls, they think that they're doing the right thing. They think they're being righteous. Now to me, what Alex is trying to do is an obvious good. But...That's not the same for everyone. またコーネリアスとミランダか? Father, I updated the Noema algorithm. お父さん? It's working twice as fast now, and I think I can increase matter output by 25% if I tweak the modulator a little. I'm so excited! Nice to meet you, so excited. コーネリアスがお父さんなの? What? Oh, Dad!This is science. You have no idea how long I've been waiting for the right moment. 8番。どんでん返し。コネクターがあって、まあとりあえずコネクターをボタンに押して。中に入ると、そうすると赤い光源があって、プログレスホイール、あれ、プログレスホイールここにあったよね。そうだな、あの、どうやって行けばいいんだあそこ。あ、ここか。え、これなんかもう簡単じゃないの。ここに置いてさ、いけねえとかジャンプでも映れないし、映れない上にあそこにまだあの赤の受信機があるよ。赤い光をあそこに当てないといけないし、ってことはあのコネクタを持ってこないといけないというわけじゃ。こんなんでいける？はあ、え、向こうにテレポーテーションできる？あ、もしかして上からなら、こっからテレポーテーションできんの？あ、できるんだ。あの、この青い壁を通してはできないけど、これ無限に 青い壁上まであるわけじゃないから、こっからならできるんだ。
でもちょっと待てよ、この6面体の上に乗ったらできんのか。あ、できるんだ。ん？こっからでもできるよこれ。あれ、ちょっと待てよ、でもテレポートしたところでさ、あ、こう乗っけて、これをこっちに持ってきて、でこれを今まで散々やってきたパターンだよね。これを乗っけてこうやって、厳密に言うとさ、私があっちにテレポートした瞬間に ここに青い壁ができるはずなんだが、でも行けちゃうというね。まあいいか。それでちょっと待ってね、このコネクター持ってこないといけないんだけどさ、あー、こっちから無理だよな。こっちからくっつけるってことができないから、あ、そっか、これは簡単か。この紫の壁はテレポートできるからこうか。で、これさ、上にできない、いけないんだよね。つうことは、ああそうか。ちょっと待てよ。これはあっちともくっつけないといけないんだよな。あれ、あっちとくっつけらんないよ。おい、ギリギリ光線が通ってないのか。ギリギリ光線が通ってなくて、あっちとくっつけらんないや。そしたらどうすればいいんだ。ここに乗っけて、難しいですよ。あ、そうかそうか。いや、ちょっと待てよ、もっと後ろに来ればいいのか。そこに対する視野の、確保が必要かもしれない。いけないのかここ。いけないのかここも。あそこの受信機を認識できないとどうにもならんのだが、難しくないですか。そしたら
これじゃなくて、これをさ、ここの上に置いて、で、このコネクタを持って、ここにテレポーテーションすると。これでどうだ？いや、でも、テレポーテーションした瞬間に、怒っちゃうよね。あ、そうか、そしたら、これがいらないんだ、きっと。こう、あ、上がらないのかよ。あ、上がらないのか。こういうふうに置けば、こういうふうに置いといて、これでこっちにはいけるけど、ここの赤、ここの赤どうやって、あ、この上に乗せないといけないのか、赤をね。これ取れない、これ、あ、取れるわ。そしたらここに置いて、あ、これでいいのか。そしたらこのこれを持って、これでこっちともつなげられるでしょ。あれ、うん、こっちともつなげられるでしょ、ようやく。でここに置いて、あれでもさ、これわしがテレポートしたらですよね、テレポートしたらこうなっちゃうよ。どうすりゃいいんだこれ。そうか、いや、なんかちょっと分かったかもしんない。とりあえずこれをこう持ってきて、私がここ持ってかないといけないんだよな。持って、これをここに置いとくんだよ。で、最後にこのコネクタをここの上に置くんだよ、きっと。つまりね、違う、このここの上に乗るでしょ。で、ここに置くんだよ、これをね。そんで、あれ、ジャンプしてコネクタを取ってここに置ければ、よっしゃ、難しすぎ。あれ、これで8面全部取ったのか。そしたらちょっとラボのストリーム、あのタワーに入るのにラボに行かなきゃいけないってことだから、ラボにちょっととりあえず行ってみるか。あ、これじゃん、これじゃんね、ラボってね。ん？
金色のラボ。ギターだ。アコースティックギター。なんかここだけ普通のマンションみたいな。あ、アルカトラズ。Look at this place. It's beautiful, isn't it? Mesmerizing. That's how it lures you in, I think.You see all these beautiful things, and your imagination starts working overtime. And the puzzles, the towers, the mysterious apparitions, it all draws you further in, deeper into the trap. 罠の奥か、罠にはまってるっていうのか、俺たちは。What if every time you have one of those visions, another little bit of you is corrupted, overwritten with the hubris of this place?I'm sorry. I didn't mean to suggest you were, whatever it is I'm trying to say. I guess I'm just disappointed in myself. Byron needs me. You all need me to do my job, and I can't even use a terminal. If this is all really the work of the founder, I don't know. Maybe she lost her way. Or maybe we're just not ready.But once we find Byron, I suggest we get the hell out of here and never come back. データストリームに接続してからタワーに入ると、これか。スーヤ、タラスの原理 2B。 わからん。配電？またここか。ここってなんかエロヒムの声を聞くときも、この辺に来たような気がするんだが。But they had so little time to ever really think about anything. I've spent several human lifetimes studying this mystery, and only now am I beginning to see. The simulation was built on top of material reality, unable to escape its constraints. In the same way, physics as we understand it, even quantum physics, is built on top of a deeper reality.A set of rules that define existence itself. There is a universal language of creation, and I think we can learn it. これメガストラクチャー? The language of creation. What were they doing here? And how far did they get?I can't answer that, but I think I fixed the tetromino bridge machine ring thing. I say I think because it's not in the schematics. And what I'm doing is hack work at best. Try it and see if it works. トレビシェットだって。トレビシェットってあ、まあこれは人の名前だけど、透析機って意味だよね。あ、これでタワーに入れるようになったということですかい。あれ、開いてない。こっちだけ戻るの。I've decoded another file from the data stream. Listen to this. Mother and father think of our discoveries as a language, a code.
but I think they're wrong. They're so caught up in the technical details of running the experiments and upgrading the machine that they're not paying attention to the patterns we're finding, to the symmetries, the harmonies, the melodies. The fundamental language of reality is a kind of music, and it's beautiful. Beauty is an inherent property of the cosmos. I love the way she looks at things. うん、これで、あ、このバテーモンから、いや結局やんなきゃいけないのかよ結局やらなきゃいけないんですか。うわ、ファイナルファンタジー感があるあそこが緑の高原があるところだったよな。うわ、スフィンクスだ。こんなにでかかったっけこいつ。Welcome back, creature of clay. The forge burns bright, but the sky is troubled with clouds.A mortal has ascended Olympus without the permission of Zeus. あ、そう、バイロンがどこにいるのか。The workings of Olympus are disrupted by the trespasser. Pandora, fearing the wrath of the gods, has broken the paths to ascension. Prometheus is the friend of mortals who would challenge Olympus, but he is bound in the heart of the mountain.And few could break his chains. 神に挑む者にとってプロメテウスは味方だと。さすがスフィンクス。I think it's safe to assume that Olympus is the entity's term for the megastructure.It looks like our best chance of rescuing Byron is finding Prometheus and freeing him. How do you free a weird glowing ghost thing? I suspect these entities exist within the megastructure systems, and what we're seeing is just how they manifest to communicate with us. I don't really care what they are. For now, let's play along.よし、そしたら今日はこれで終わりにして、次回、ラボにも行ったから、失われたパズルとスターの回収をやりますね。ご視聴ありがとうございました。